今大臣が何人も辞表を出しまして大変なことになっている岸田内閣ですけれども、テレビでは通称安倍派安倍派と言っておりますけれども、正しくは清和会であります。今安倍元総理が会長ではないんですから清和会と言うべきところなんですけれども、清和会のですね、所属議員99名が安倍元総理の人気にあやかって、その方が通りがいいもんだから自分たちで安倍派安倍派と言ってるようであります。ところが安倍元総理が清和会の会長を務めたのは、亡くなる前のたったの8ヶ月間でありました。今裏金ですか、余った金を自分の収入として記載せずに脱税していた、それと政治資金規正法違反、不実記載、不記載、ということで、検察が捜査しているみたいですけれども、2021年に安倍総理が清和会の会長に就任した後に実は裏金を禁止しております。その翌年7月に安倍元総理が亡くなるまでは清和会は裏金作っていませんでした。安倍総理の指示が反映されておりました。2022年の7月に安倍総理が暗殺された途端に清和会の裏金作りが再開されたのであります。清和会99人議員の中には安倍元総理が亡くなったことでこれでまた裏金作りが始められる、喜んだやつもいたんじゃないでしょうか、小躍りしたやつもいたんじゃないでしょうか。どうしてそんなに裏金が欲しいのか、ちょっと謎なんですけれども、用途を書かなくていい、明らかにしなくていい金はまあいくらあってもいいですよね。清和会はですね、99人という議員の規模からして毎年毎年4億円ほどパー券の収益がないとおかしいんですけれども、9500万円しか申告しておりませんでした。毎年毎年3億円ほど脱税してた計算になります。所属している議員もですね、清和会の方から記載しなくていい、このことは喋るなと指示されていたそうでありますけれども、何の疑問も持たなかったんでしょうか、自分で調べるということもしなかったんでしょうか、おかしな話であります。清和会に指示されたバラした議員がおりましたけれども、防衛副大臣ですけれども、この方ですね、清和会の誰に指示されたか、事務方なのか幹部の議員なのか、名前も明らかにしてもらいたいと思います。安倍元総理は裏金作りを禁止しておりました。安倍派の裏金、安倍派の裏金とテレビで連呼されるのは私は気に入りません。